こんにちは、ブルーホスです。ということで、今回は N カップですね。はい。アムステルダム。アムステルダムね。もうオランダと言ったらアムステルダムくらいしかちょっと浮かばないんだけどね。まあ、僕いろんな、なんだっけ、テーマパークがある中で、ハウステンボスが一番好きなんだけど、じゃあオランダ自体がどれだけ知ってるかって言ったら、なんかチーズとチューリップと風車、そのくらいしか浮かばないんですよね。だからもうちょっと勉強して実際のオランダ行くよってなった時に、やっぱりちゃんとね、オランダのことをしっかりと下調べしとかなきゃいけないかな。大体、皆さん、僕のこと置いてかないで、初見プレート置いてかれたら道迷子になっちまうよ。助けてだーこれか。はい。で、まあ、前回パートでもお伝えはしたんですけど、アイテムが取れないんですよね。いや、そんなこと伝えてねえよ。後半のね、残りの 10個、まあ、昨日じゃねえや。前回のカップが終わったんで、もう残り9個のカップなんですけど、初見プレイなんですよね。痛いところだからこういうことになっちゃうんですよ。それはお前の実力が下手くそだからって。分かってる、痛いってめっちゃ食おうとしてくるやつがいる。危ねそう、まあまあ、とりあえず1周目で、どう進んでいったらいいかっていうのをね、しっかりと把握して、よいしょー、OK、いいね、あー、うち捨ててきたやつがいる。そんなやつは、後ろ。あれ自分のファイアフラワーって食らうの？てか、それを追い越すほどのスピードで走ってたの俺。速くない？オッケー、よいしょ、チャラチャチャラチャ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 。水の中で爆発したところで意味がなーい。よいしょ、なんかすっげー遅いんだけど。おう。あ、ちょっとなんか目の前にうざい緑がいる。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。チャラチャ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 、ピッ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 。オッケー、なぜか、あ、ちょっと待って、マジで。わかんないコースでゲストはマジでやれ、ゲスト。あー、やりーか。イエーイ、どこにいる、どこにいる敵。おーほー、あ、ちょっと待って。食らわせろよ。マジかよ。おー、ちょ、おー、なんかすごい入り混じる。あれ逆走するのこれ。逆走するのがコースってか、なんかすごいよね。なんか前回もさ、なんか入り混じるコースとかがあったけどさ、なんだ、おー、チューリップ、咲いた、チューリップの花が、なんかものごっついチューリップ持ったけど、そんなことはきっと気のせいでしょう。よいしょ、オッケー。で、こっち、はい、やばい、あ、そんなコースアウトの仕方があるんだ、やばい、一発目で、やだー。はい、出直してきまーす。はい、出戻りしました。頑張りまーす。心機一転。やっぱり前回のパートがうまくいきすぎたんだな。そういうことだよ。あーらー、ということで、マシーンも一心、俺なんか P ウィングっていうのがこれ好きだった気がする。うん。果たして本当にうまいかどうかわからないけど。まあ、結局マシーンじゃなくてさ、マシーン何選ぶかじゃなくて、俺がうまいか下手くそなのか、ただそれだけのことなんですよね。うん。下手だったらもう終わりなんですよ。うまかったらね、誰も文句言わないんだよ。おーらー、よいしょ、オッケー。で、バナナ、P ウィングに確かあれだったかな、サイバースリックだったかな、なんかよくわかんない、超ちっこいタイヤ。あれをつけるのがなんか趣味だった気がする。アイテム1個しか取れなかったし、だからあれなのかな、なんかモノレールみたいなのが結構有名なのかな。ね。オランダ、そのハウステンボスって、その例えばさ、ディズニーとか、そのそれからなんだっけ、ユニバーサルスタジオジャパンとか、まあ USJ だよね。初めてじゃない、久々にフルネームで言ったユニバーサルスタジオジャパンって長い。そう、よいしょー、会いたい。誰に会いたい？今亀の甲羅ってきたやつに会いたい。ぶち殺す。あ、やばい、ちょ、長くない。そうね、であれって結局ユニバなんか特にそのスタ、名前にある通りスタジオだから、結局偽物なんすよね。偽物、うん、なんだけど、ハウステンボスってあれなんか本物らしいんすよ。なんか現地の人が、あ、違う、作る人が現地までわざわざ行って、で、作ったみたいな感じらしいんすよね。だからもうチューリップとかも、チューリップとかそういうそのなんか成果だけじゃなくて、またこのタイミングでこれか、辛いな。よいしょ、掴んで。そうだから建物とかも一個一個がなんか本らしくって、
そうだからその本物にこだわりすぎたがゆえになんかいろいろとなんだまあ維持費とかねそもそものそのコスト建てるためのコストとかっていうのがかかりすぎてで結果思った以上に受けなかったっていうので赤字垂れ続けたっていうことだったからだからあそこもね一旦思い切ってなんかお化け屋敷だけしかないエリアを作ってみたりとか VR 体験をいち早くできるようにみたいなんで HIS さんが頑張ってなんかやった結果なんとかね年間300万人くらいかな入場者数マックスでいったみたいな話とかがあったんだけどそれを今さらにまたね、まあ、コロナの影響でまたちょっとダメになっちゃったからもう一回ね再建するためにっていうので今のジャングリアとかさそれから東京お台場のなんか、イマーシブ体験ができるところっていうので誰だっけあと株式会社カタロの森岡剛さんが、まあ、一生懸命再建に乗り切っているというそういうお話らしいですね。あのキノコあれ飛んだらキノコあれなのかなあるいはやっつけたらあのキノコ手に入るのかなほらバナナとかさわかんないけどこれは同じコースでいいのかなあ同じコースっぽいね。オッケーオッケーオッケーやばいオッケーおー危なバナナもうちょっと引くところがバナナので倒したありがとうよいしょあらら乗っちゃった乗っちゃった乗っちゃったこの微妙に乗った瞬間にね、コンピューターのやつら急にね、元気になってね、おっしゃー、暴れてやるぜって近寄ってきやがるからな、本当に。気をつけなきゃ。あとは、あと青コインが来ないようにだけ気をつけなきゃいけない。これなんて名前のコースだったっけなんか、パックンがすごい元気なんだけど。パックンが超元気。あー、やばい。あー、なんとか、あー、でも、あれだな、ルイージが来てるな。ルイージ転がれ。あ、ちょっと待って、よいしょ。よっ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 オッケー、これだけ話してたら多分大丈夫だと思うんだけど、あいつらの見えないところで急に加速してくるっていうね、非常に卑怯なやつだから、ほいほい、オッケー、クリアー、シャー、ありがとうございました。いや、もうワンパート1回で十分だよね、その1位取れなくてやり直しまーすとかっていうのはさ、と言いながらまた折り返し地点なんだよな。そう。あと最近ね、あのね、なんだろう、夏ど真ん中に差し掛かってきたじゃないですか。ね、まあこれを撮ってるのは6月の終わりくらいなんですけど、うん。6月の終わり？あれ、もう今、ちゃう、6月半ばか。まだ半ばだな。うん。おそらく半ばくらいだと思うんですけど、これ、見えない。こんな、ぶち上げるリフトの上げ方あるか。よいしょ。そう。でね、やっぱりね、まあ、筋トレをやらせてもらっているおかげで、まあ、身近な人とかね、から、どうやったら痩せれますかみたいな相談とかを受けることがあるんですよ。でね、それでね、痩せたいんだったら、まず、その、食事制限からっていう話なんだけど、まあ、結局は、食事制限、あー、初めては辛いでしょー。発射。そう。あー、そういうことか。うわー、むずいな。そう、っていうことだから、あ、これでも一周、あー、なるほどね、同じコース3回回るのね。ファイヤー！そう。だから、なんだろう。まあ、摂取カロリーよりも消費カロリーが少なかったら結局減っていきますよっていう、そういうシンプルな話なんですよ。ところが、まあ、どうしてもやっぱ食事に関しては、まあ、ちょっとその、難しいと。だから、せめてその体重が、落とすのが難しいのであれば、なんかその、ちょっとでもスリムになりたいみたいな話をするんですよね。まあまあ、痩せるっていう、あー、すごい間違えた。あー、まあ、なんか間違えて2回連続近くに行った。よいしょ。うん。まあだから、間食だけやめましょうみたいな食事制限の話はしたりとかするんですけど、まあそれはそれでいいとして、なんか、あー、ちょっと待って、なんかここだけ、なんか2回目なんだけど。これやばくないか？やばいよね。おいしょ。よいしょ。オッケー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 。ファイヤー。これまずいね。これあんまりよろしくないですね。よいしょ。そう。
だから、まあ、痩せるためというか、まあ、消費カロリーをじゃあ少しで日常今よりも少しでも大きくしましょうみたいな話を、まあ、するわけですよ。そしたら何が起こるかっていうと、まずはスクワットやりましょうってどうしてもなるんですよ。頑張るためにはね。うん。一番足の筋肉って、その全体の、その上半身と下半身、例えば割った時に、シンプルな計算でいくと、まあ大体7対3くらいになるわけですわ。うん。でなれば、やっぱり足のトレーニングをすることっていうのが、まあ最優先じゃないかなっていう風な話になってくるんだけど、危ない危ない、よいしょ、よいしょ。そう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 。オッケーオッケー、うそー、リンク違う、お前誰、お前誰、お前マジで誰、お前マジで誰、よっしゃ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 、神プレイター、神じゃないけどポリン、誰マジ、本当にマジで誰ポリンって、全然萌えでもない名前来た。そしてなんであいつあんな最後遅かったんだろう、スピードコインの差まあいいや、うん。だからまあ下半身を鍛えましょうって話どうしてもなるわけですよ。で、下半身を鍛えましょうって言ったらスクワットっていうところがね、まあね、一番ね、しんどいけど、まあでも自重でやるスクワットとかだったら、まあせいぜい10回15回でも前、朝昼晩とかやっとけば、それなりの消費カロリーは増えるわけですよ。へてくそー！そう。ね、だからそれからまず始めましょうよって、10回15回なんてそんな大したことじゃないですよ。腕立て10回15回はコツがいるからしんどいけど、うわー、なんかヨッシーストーリーかこれ。なるほどね。うん、だから全然大したことないっすよみたいな話をするとね、いやでもしんどくてとかってさ、ね、しかもさ、足鍛えちゃうとさ、足が太くなっちゃうんだよっていうね人とかいるんすよ。もうすっげえなと思って、足太くできるんだったら、まあ、みんなボディービルダー、まあもうずっと毎日自重で10回15回やるっちゅうねんって話。そのくせさ、いやでもさ、お腹とか割るんだったらやっぱり腹筋でしょっていう人とかいるんすよ。違う、腹筋やったところでお腹なんか一生割れねえからっていう話なんですよ、うん、シンプルな話でね。お腹なんていうのは上半身の筋肉の中でも腕とかと並ぶくらいもうしょっぽい筋肉なんですよね、うん、本当になんか、あーなんかすごいよしよしの声になってる、へー、そうしょっぽい筋肉なわけですよ。だからそこだけを一生懸命鍛えたところで、それやらないよりやった方が効果あるとは言えるよ、言えるよ、うん、筋肉なんてそのバリバキに割ろうと思ったら、その溝が深いかどうかっていうので結構かかってくるから。なんだけど基本はその脂肪を 12% とかもしくはそれ以下とかに落とさない限りには、まあ、残念ながら腹筋なんか一生めーっと現れてきませんかっていう話なんですよね。うん、うん、です。じゃあその体脂肪を落とすためにどんなトレーニングをやったらいいかって言ったら、下半身を鍛えなきゃいけないわけですよ。なのにさ、足を筋トレしたら足太くなっちゃうから嫌なんだよねって言って、腹筋の方がいいじゃんっていうやつさ、じゃあなんで腹筋やったらさ、お腹の脂肪が落ちてさ、で、なんだ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 、面白い、そうね、なんで腹筋はさ、お腹がへこむって思うわけ。腹筋だって鍛えたらそれはボコって出るに決まってんじゃんって話じゃん。だって筋トレしてるんだからさ、なんかさ、腕とか足とかさ、胸とかさ、いろんな邪魔ー、親子邪魔ー、うん、いろんなところ筋トレしたらさ、それはさ、体が大きくなっていくのにさ、なぜかわかんないけど腹筋をするとさ、お腹がへこむって考えてる人が未だにいるんだよね。冷静に考えればさ、わかる、今年足太くなら、足を筋トレしたらって思うんだったらさ、お腹も来てたらお腹もね、太くなっていく、太くなっていくっていうか、まあ厚くなるっていう表現の方が正しいんだけどさ、あるいは溝が深くなる、うん、っていうそういう考えにならないもんなんかね、本当に。でしかもなんだろう、普段からさ、そういうさ、鍛えたりとかしてなくてさ、まあ、食べたいだけ食べてさ、ブクブク太っていくっていうような生活をしている人とさ、食事管理とかしてさ、で、どこから鍛えたらいいかとか、どこを強くしたらいいかとかっていうのをきちんと勉強して、それを実践して、で、体にも表現しているっていう人の言うことを聞かないで、なんかスクワットは足が太くなっちゃう、お腹が腹筋をしたらお腹がへこむとかって誤った知識を持って、なんか我流でやって、いつまでも体型が変わらないで、ブク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 太ったままの状態になっている人とかっていうのがいるわけだからさ、まあ、素直になるよっていうのが、そのアドバイスを求めてきた人たちに対して僕が言いたいこと。なんかシンプルに舐めてんのって思うよね。いや僕だってその我流、結局我流だからあれなんだけど、自分もその人体実験とかをして、今
2021年の4月からジム通って、半年だけ通って、でそこから家で、まあ、可変式ダンベルを中心に、まあ、時々その、なんだ、日帰りのジムとか行ったりとかして鍛えてる程度なんだけど、それでもね、重量上がってきたりとか、腹筋ちゃんと割れたりとかっていうので、体は、まあ、一般的に見た時には、まあ、ちゃんと鍛えているよねって見える体になってるわけですよ。そういうのもやらずにさ、なんか勉強をしてもない人がさ、なんかこうやった方が正しいとか出る。だから言ってよって思うわけですよ。うん。っていうような、はい、愚痴でございました。夏に向けて痩せたいという方はですね、まずちゃんと鍛えてる人の言うことを、食事にしろ、運動にしろ、ちゃんと言うことを聞きましょうっていうのが、今日言いたかったことです。ということで、Nカップご参加いただきまして、どうもありがとうございました。次回もまたですね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してご参加いただけたら幸いです。ではまたお会いいたしましょう。バイバイ。